戦闘の脱衣所。皆さんこんにちは。番組 MC レーシングドライバー小村俊樹です。ディズニーランドのカリブの海賊ってなんで最初だけビューンって下がるところあるんだよ。リョウです。いいじゃない。なんだ中途半端じゃない。あれ地味にいいんだよ。怖いよね。ちょっと俺初めて乗った時さ、うん、あこういう乗り物なんだと思ったらそれ以降一回も出てこないんだよね、あれね。いやシートベルトしてへんやないかい。いやだったらなんであそこだけ下がるのかなと思ってなんかその感じなんなの、まあでもね、意図するものってなんだろうね、うん、あれは何のためにあるのか。そういう施設を作る場所がそういう低い場所でしか作れなかったからあえて、うん、じゃああれアメリカのさディズニーランドとかないのかな。日本だけなのかな。いやってことはあのその乗り物の名称は一緒とかじゃない。でも全部違うんじゃないかな。違いそうだよね。だって上海のさ、うん、ディズニーランドとかで、うんあのうん、トロンだっけ、うん、あるよ。あ、トロンある、ディズニー、ね、あれ光ないよね。そう、うん、あれの乗り物あるで。あ、そんなのないもんな。バイクのマジでかっこいいやつ。一人一人乗り用のバイクが2列になって。あ、マジで2列で縦何ぐらいあんのかな。5、6列ぐらいあんのかな。それでビューンってジェットコースター。お、楽しそうだね。超楽しそうだよ。じゃあ完全にあれ多分日本の構造上だよね。日本のものだと思う。構造上もそうだし、構造上そうならざるを得なかった、ね、そうそういうもんですよ。なるほどな。そこは言っちゃいかんよ。でもあれね、好きになってくんだよね、2回目以降。ちょっとあれがあることが好きになってくるんだよね。そうそう。一発目のあれがね、そう、好きで乗るっていうのも。すごすぎないんだよね。ちょうど良さっていうか。若干の不和がね、そう。ベルトしてないからこそ、それがいいんだよ。はい、ということで、まあ、ディズニー大好きですからね、はい、あの、いつかロケ行こうか。いいね。なぜか。このマスクつけて、俺入れないと思うよ、多分。夢の国にはこういう人いない。それにさ、ミッキーの耳とかつけてるじゃん。あ、似合いそうだね、黒だから。いいじゃん。黒いからね。はい、ということで、そんなこと言ってまいりますけども、うん、本日も生徒の脱衣所やっていきたいと思いますが、はい、本日はですね、ディオ君のコーナーということで、はい、またバカバカしいものなのか、うん、また、的を得たね、うん、この時代に合わせたことなのかよく分かりませんけども。バカしい方です。そうですか、はい。まあ、私もね、楽しみにしている一つなので、うん、はい、ぜひ、皆様も楽しみにしていただければなと思います。では本日もよろしくお願いいたします。脱衣所の新聞紙。はい、ということで、ね、脱衣所の新聞紙ね、これはもういい、ね、来たね。あんまり人が見ないような珍しいニュースを持ってきてそれを、ね、はい、2人で語り合わせる。でも大事ですからね、うん、新聞もそうですけど、なんか片っこにね、ちっちゃく載ってるものが意外と自分にあったね、情報源だったりするわけですから。要は有名なね、よくあるニュースだけじゃなくてね、はい、そうやって片隅にあるどうでもいいニュースでも読んでみると結構価値が高くするから。誰かには届く、そう誰かにはしっくりくる、そういったものありますから、ぜひそれをね、お届けできればなと思います。はい、ということで今回持ってきたニュースのタイトルはこちらです。こちらです。離婚の原因は Google ストリートビュー。はい、はい、ということで、まあ、このニュースはですね、うん、まあ、今はね、あの熟年離婚とかコロナ離婚、はいはい、タピオカ離婚とか、まあ、いろいろね、一人で、ね、一組だろ、まあね、ちょっとしかも前だしね、これ。まあね、そういういろんな離婚があると思うんですけども、今回ね、うん、夫婦が離婚するきっかけとなったのは Google ストリートビューです。知ってますかね、Google ストリートビュー。はい、これは、まあ、Google のね、パソコンで、まあ、Google のストリートビューというものを使うと、はいはいはい、街の情景が、うん、
あの写真として映し出されてね、まあ、あの 3D としてね、あのリアルな映像をもとに その道がね見えるわけですよ。もちろん皆さんが見ているその道が写真として出てくるわけですよね。そうそう、うん、自分の、ね、住所とかそこで調べると自分家が本当に写真として出てくる、はいはい、出てくるんですよね。 それが Google ストリートビューなんですけど、まあ、怖いですよね。そう、こちらでね Google ストリートビューの その写真に、うんうん、なんと浮気現場をねたまたま激写されてしまったところが残ってしまって、そう、まあ、あるねペルーの夫婦なんですけども、あ、うん、そうペルーの首都リマを、ね、散策すると一組の男女が映り込んでいたんですけど、うん、そのね、まあ、たまたまなんですけどベンチに座る女性に男性が膝枕してもらってるんですよ、うん、もう完全にもうカップルですよね、ラブラブじゃん、はいはい、そうで、まあ、これは女性の方が、まあ、実はもうすでに結婚していて、うん、これをやっぱ夫がねこの Google ストリートビューをたまたま見て、うん、浮気してるんじゃないかということで、それが口論になって、はいはい、離婚になってしまったとね偶然が偶然重なりすぎてるんですよ。珍しいね、でもその女性側がっていうか、そう、うん、女性側がそう膝枕をねしてるの、はいはい、知らない男性に。男性だったらね、なんかありそうですね、なんかよその女性と付き合ってどうのこうのみたいなんですよ、うん、女性がね、そうそうそう、あんまり出てこないじゃないですか、浮気イコール女性みたいな、あ、まあね、なんか男子っていうイメージでしょ。そう、そうだ、うん、今回男子、まあ、女性ね、女性がね、うん、これだからさ、すごいのがさ、もうたまたま Google ストリートビューに2人の現場が映ったのもそうだけど、うん、たまたま街中なのに膝枕なんかしてもらわないじゃん普通どういう状況なんだろうね。ベンチでしょ。そう、ベンチに座ってて、うん、あの男性が寝っ転がって、はいはいはい、で普通に座ってる女性の膝枕さして、うん、こんなところたまたまあの Google ストリートビューって車で撮ってるんですよね、あれね。そうな、あの360度カメラみたいなやつで、車もそうだし人でもいるんですよ。あのそのセルカ棒みたいなの持って、そう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 、その街を撮ってるね、撮ってずっと動いて、そこにたまたまその状況が映し出されちゃってしかもそれをたまたまその夫がね見ちゃってね、なんで見たんだろうね、すごい偶然だよね。逆にその旦那さんの方はさ、うん、そこをなぜ見たのかっていうのもちょっと気になるけどね。そうそうそう、何を調べてたのか。そうだよね、まあ多分近所だったのかな、うん、でも近所調べるかね。近所でさ、まあ、調べるっていう方がまだ確率は高いよ、うん、近所で浮気してる方がさ、うん、そう、もうアホだよ、すごくない、うん、しかもこれ言い訳できなくない、全くもって膝枕なんか無理やりされたとか言えないもんね。どういうことだよ、お金あげるからさせてくださいとか無理やり言われてんですとか。そうそうそう、なんて言ったんだろうねその女性の人。いやどうなんだろうねそこまでは載ってないんだ、書いてない書いてない。あでしかもこれさ Google ストリートビューだからさ、はい、一応人の顔にモザイクはかかってんの、うんうん、でも完全にシルエットが分かる状態なの。要は髪型とか体型と服とか顔、まあ、一応モザイクって言っても顔のさ、それ輪郭とか目のパーツとかが若干ぼやけてるだけで、だから髪とか全体まではぼやけてないんだよね。正直知ってる人が見ればわかるっていう、誰が見てもわかる。そう、うん、だからもういろんな意味でこれ奇跡に奇跡が重なってるんだよねすごいね、うん、そこの浮気現場の時にカメラが撮ってたっていうのもそうだしね。そう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 、それをアップした、それを OK テイクとして載せたっていうのもそうだし、 そのタイミングで旦那さんが見た、うん、いやだからもう隠せないもんなんて、浮気って悪いことできないね。 そう、それこそこれさ、うん、だからもうやろうと思わないだろうなみんな。逆にこういうニュースが出たから、はいはいはい、絶対もう逃れられないじゃん。だからカメラ撮ってるやつをさ、うん、例えば、うん、背を向けるやつとかさ、うん、あの芸能人の人は多分いっぱいいらっしゃると思うんですよ、うんうん、映りたくない、うんうん、あの一般人でさたまにいるでしょ。いる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 、あのカメラ例えば誰かがこうやってインカメでみんな集合わーって撮ってんのを見つけて、うん、その画面から外れるやつとか、いる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 、背を向けるやつとか、いるいる、まあ、漏れなく俺なんだけど、俺もなんだけどね、わかる俺その気持ちわかるわかる、なんか嫌だよね。なんなんだろうね、人のメモリーに入りたくないんだよ俺。わかるわかる、後からねいるじゃんみたいなの言われるのも嫌だしさ、勝手にねその写真を、まあ、勝手にっていうか、まあ、それぞれの自由なんだけど、うん、それを載せたことによって、あ、この写真であいつ写ってるとかっていうようなバレ方をされたくないのよ。うん、まあそうだね、うん、別にそこにいたとか、あいつ写ってたぐらい全然いいんだけど、うん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 、なんかねその他者からどこどこに写ってた、どこどこにいたみたいな情報が流れるのはあんまり好ましくないよ。あ、それはわかる、うん、でも結構多いんじゃない。いや、いっぱいいると思うよ。それこそ今なんてさ、ね、SNS 時代なわけでしょ、うん、もうここ数年間さ、うん、
インスタだ、フェイスブックだ、ツイッターだってあるわけですよ、うんうん、誰が俺の写真をさ、上げてるかすら分かんないでしょ。分かんない、多分写ってるんだろうな、うん、当然さ、気づいてないだけで。個人はさ、もちろん載せることあるよ、顔出し NG のアカウントの人たちもいると思うけど、うん、自分はさ、もちろんどこどこ行ってきたよとか何したよっていうので、うんうん、自分をアップするのはもちろんのこと、うん、自分以外の人がアップする時代もあるわけでしょ。あるよ、それは怖いね。でこの先どうなっていくかだよな。そう考えたら本当有名人の人、まあ、スポーツ選手誰もそうだけど、うん、テレビ側の人間って言えばいいのかな、うん、人たちってすごいよね。すごいよ、勝手に誰でも上げられちゃう、上げられちゃうからね。でももうこの Google ストリートビューがあることによって、うん、一般人の 俺たちですらもうフライデーに撮られてると思った方がいいよ常にフライデーに撮られてるんだぞと思わなきゃダメだよ、一般人の人。それこそさ、うん、自分ここに映ってますみたいな人いるのかな、ストリートビューで。あー、いるんじゃないかな。いそうだよね。いると思うよ、だってこの世界中を撮ってるわけだから、うん、それは一人はいるだろう。そうそうそう、あ、一応ね、家の表札とかもモザイク入ってるんだけどね。あ、そうなんだ。そうそう、ちゃんと入ってるんだよ情報。そのあと看板とかも入ってるよね、なんかその、ああ看板とかそういう著作権的な引っかからないようなところは多分かけてないんだけど、かかっちゃうだろうなっていうところにはかけてるんだよ。そうだよね、大手企業とか、うん、まあ、でもコンビニとかその辺は一応ね、場所の指標ですから。まあそうだよね、多分モザイクしなくてもいいみたいな規約があるのか分かんないけどね、うん、だからみんな警戒した方がいいってことですね、こういうのも本当に。それこそストリートビューつながりでさ、うん、それがゆえに起きた事件みたいな、うん、いや多分あるでしょう、その犯罪現場とかさ、まあ、事件というか、なんだろう、面白系もあれば、面白系もあるだろうね、怖い系もあるみたいな。あれなんだっけな、確かね、なんかでラジオかなんかテレビかなんかで見たけど、うん、ね、洗濯物、お母さんがね、お母さんだっけな、妻だかお母さんが干してるところ、うん、Google ストリートビューでたまたま撮られて、うん、も下着干してんの、うん、であと干してるお母さんの顔とかもね、言ってた、あれお前のお母さんこんな下着履いてんだみたいな感じで言われたのがあるっていうのは聞いたことある。ほっといたれやな、そんなもん、うん、でも結構、でもじゃあそれもね、結構くっきり映っちゃってるんだって。そこもさ、隠してほしいな、それこそ。まあな、洗濯物ってさ、男性はいいよ、どうせ、うん、女性はな、女性は特にさ、うん、それがさ、年齢ちょっとね、おばあちゃんで、うん、ね、うん、の年齢層のパンツだったらいいやとか、そういうレベルの問題じゃないじゃん。まあな、やっぱコンプライアンスもいろいろありますよ、その辺やっぱチャットしてほしかない。でもさ、逆にそパンツにさ、モザイクかかったら、それはそれでさ、なんかいろいろ想像しちゃうよ。それはいいじゃん、別に想像させれば。 あのレベルのモザイクだからちょっとエロく感じちゃうんだよ、まあ、パンツにモザイクだ、まあまあ、何してんのかなそれはディオ君だから、俺だけからか、うん、まあそれとかね、こけてる瞬間とかさ、あるだろうな、なんかこけてる瞬間とか、いろいろなシーンあります。だから靴だけが揃えられた場所とか、いろいろあるじゃないですか。まあな、だからまだ未だ見つかってない、なんかそういう地域の秘境みたいなとか、それこそなんかミステリーサークルとかさ、あ、絶対ある、絶対ある。意外と面白いんだよね、そういう意味でも。そう、近所のやつね、見て、てか全く知らないブラジルとか見に行くの結構面白いよ。そうそうそう、ストリートビューで旅行気分できますからね。そうそうそう、うん、だから今はコロナだから、そういう遊び方もできるんじゃないかなっていう、うん、そうそうそう、はい、まあおすすめではあるんだけど、まあ今回みたいにこういうことがあるんで、はい、気をつけてもいただきたい。だから近所ね、ここ 2,3 年前自分がよくいた場所とかを、うん、巡るといるかもしれないから、うん、実は。あー、いるかもな。直近のデータじゃないじゃん、写真って、うん、やっぱりそうだよね。こう撮って、そのクリアして何年か後に更新みたいな感じでしょ、うんうん、だからそういうのが面白いから、ちょっと探してみようか、自分たちも。いや、めんどくせえな俺ちょっとやってみるわ。やるか、ね、はい、まあ、だからもし見つけたら出しますから、はい、ポンと。それは嬉しいけど、まあ、嬉しいのかも、ね、俺かも、みたいな。で、まあ、はい、今回の Google ストリートビューで、うん、まあ、この浮気、離婚、ね、現場が発見されたということで、まあ、バレるバレないの前にもちろん良くないことですから、うん、はい、だから最後このね、妻の方がね、夫に問い詰められたわけですよ、はい、これどういうことだ、浮気してんじゃないか、うん、まあ、女性からしたらグーの根も出ない、いや、グーグルの根も出ないわけですね。はい、エンディングです。We'll be right back.
はい、ではエンディングに参りたいと思います。この番組はアセットビューティーさん、ゼースカークリーンさん、小沼空調設備さん、アーマー東京さんの提供でお送りいたします。はい、ということで Google の根も出ないディオ君、Google、そう、グーの根も出ない終わり方したね。終わり方だ、しまった、しまったね。はい、ということで本日は、脱衣所の新聞紙、逆に今回ためになったと思うけどね、割と。まあまあまあ、たまにはね、なかなかそういうのでニュースで取り上げられないけども、そうそう、まあ、知っといて損なのかわからない。損はないと思うよ。損はないというか、面白い使い方だったりとか、それを機に、見つけた面白い場所だったりとか、こんなとこあったんだとか、そういうのも見れるからね。見れるから、それこそ人によってはさ、もう潰れてなくなってしまった店を、そのストリートビューで見て、あ、懐かしいとか。あー、それもあるね。昔行ってた場所とか、それこそまあ、我々今東京ですけど、ふるさと、全然関東とか全然違うところ、まあ、もちろん先ほども言いましたけど、コロナの影響で実家に帰れない、まあ、九州帰れない、四国帰れないとかっていう方は、そのストリートビューで帰ってた。それもいい。今だったら全然いいよ。でましてはそのデータは自分がまだそこに引っ越してない時の写真かもしれないし、っていう面白さがある。他にもね、あのさ、近所とかでさ、お店、知らないお店とか探すのもいいんだよ。なんでかっていうと、外観ってさ、絶対見に行かなきゃ分かんないじゃん。そうだね、ネット上じゃ分かんないじゃん、さらに近所にあるような、ね、店ってね、ネットに載ってないとこもあるの、はいはいはい、でも外観見てみると入りたくなるような店ってあるんだよ、結構あるね。あ、もう誰が来るのか分かんないようなね、おばあちゃんがやってる食堂とか、いいね、いいんだよ、あれ意外にいいんだよ。そういうとこいいんだよね。ストリートビューで見てみると行きたくなるから。ちょっとね、汚い感じがいいんだよ、分かる。いや、汚いのがいいんだよ、あの臭い感じ、中入るとちょっと湿ったさ、臭いのは嫌だ、タンスの、いやでもいい臭い、湿ったタンスってお前、脱衣所の匂いと一緒じゃないか。そう、湿ったタンス、それに近い。そういう食堂がね、はいはい、美味しいの。要するに汚いイコール、それでも長いこと残ってるっていう証拠でもありますからね。そうだ、新品すぎてもね。だからこそ味に保証があるということ。そう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 。え、でも味は普通なんだけどね。実はね。おばあちゃんが好き。でもなんかそう、長年この昔からこの味で戦ってきたんだなとか、これが人気なんだろうなっていうので、逆にそれが調味料として。そういうこと。想像力が調味料、いい調味料としてね。人気とか入ってるね。まあそういったいろいろな、ね、使い方ができると思いますの で、皆さんもぜひストリートビュー、何の宣伝で、確かにね、何も得してないでも全然楽しめますから、これは一つのね、それこそストリートビューでバーンと出して、ここどこでしょうみたいな問題もできると思います、ね、ああ、それもいいんじゃない、やってみましょう、いろんな使い方しましょうということで、こんな感じでまたね、頑張って放送していきたいと思います、はい、ということで、レーシングドライバー小村俊樹とリオでした。